来ております。静岡県の島田市かなの今大井川沿いを走っておりまして、これから川根温泉のコテージに泊まる予定でおります。この前の動画でですね、蓬莱橋という観光地に行った後からの続きです。でね、まずね、着いたら道の駅行ってみたいんですよね。道の駅の評価も良くて、コテージの評価も良くて、いろいろね、見たい場所が多くて、この後ね、どうなるか分からないんですけど、とりあえずまず、ドライブを楽しみます。デイ！大井川沿い、すごくいい道ですね。前に奥大井湖上駅来た時はこの道走らないで山道の方からね帰ったんですけど、茶畑があったりね、もう大井川がすごい壮大、かなり広いね、川幅としては。それ見てるだけでもね癒されますよ。この映像からはね伝わらないし映らないんですけどね。思いのほか奥の方までは来てない感じだな。結構手前でしたね。もっとこう偏僻なとこというかね、自然に囲まれたとこにあるのかなと思いましたけど、意外に早く着きました。これが川根温泉だ。川根温泉ですね。では車止めて、あまりにも眠いので少しだけ仮眠取ります。その後散策しましょうかね。寝ちゃいました。15分ぐらい寝れたかな。寝てる間にね SL が通りましたね。音だけフォッポーって言いましたよ。道の駅行ってみます。ここは温泉がメインで、売店は可愛いですね。レストランとか入れるのかな。あー、いいですね。こじんまりとしたいい売店ですね。道の駅の裏にある川ですね。あの赤い橋を SL が走るんでしょうね。走ってみたいかな、このタイミングで。あ、行きたいな、これ楽しみです。ちなみにこちらには温泉ホテルがありますね。ではチェックインの時間になりましたので、チェックインしてみます。どんな感じなんでしょうね。ドキドキしますよ。はい、お隣にあります、これは宿泊棟ってやつですかね。こんな感じです。もうすでにコテージのバーベキュースペースがね見えておりますね。ここで今晩バーベキューする感じになるのかな。こういう感じです。管理棟がそこにあって、結構ね宿泊されてますね皆さんね。ではチェックインしてきます。これ見えますかね。目の前がね線路なんですよ。ここ通るのかな。目の前がね線路なんですよ。同じこと2回言いました。はい、お部屋入りました。部屋暗いですけどね。こんな感じのお部屋になっております。いや、これはいいね。もう見えてますね、半露天風呂。半露天風呂があって、ちょっと待ってくださいね、電話鳴ってるんで。すみません、切ります。はい、バーベキューに関してですね、ご連絡いただきました。でね、部屋がね2個ついてるんですよ。これ4人部屋なんですけど、よくないですか。すでにグループとかで来れちゃいますよ。で、半露店がこちらにあり、でなんとこちらが源泉の温泉でございます。もうね早く準備してパパッと入りたいです。急ぎます。そう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 、あと言い忘れましたけど、いろりがついてるんですよ。これしかも使っていいそうなので、室内で軽く炙り物
をするときにね使えるみたいなんですよね。最高すぎませんこれ。はい、荷物をある程度入れ終わったので、お湯を入れてる間に少し探索してきます。はい、こちらが私が泊まっているお部屋で、その横にも同じぐらいのサイズがいくつかあります。そこまであの施設は広くないのであっという間におりますね。で、大きな部屋だと6人部屋か8人部屋ぐらいがあって、あの辺かな、あの奥のやつとかかな。露天風呂ついてるんですよ、露天風呂。それがね目当てだったんですけど空いてなかったので、今日はねまた改めて冬とかに来てみたいなと思います。で、周りにぐるーっとこういう感じであります。管理棟の横に自販機があって、もう本当にね全て近い場所なんですけど、駐車場が目の前にあって、そこからね車がコテージの横に止められないんで荷物運ばなきゃいけないんですけど、でバーベキュースペースがありますね。これおそらく本日もバーベキュー何組かされるみたいで、共有でね使うみたいなので、これちょっと失敗したの、バーベキューじゃなくてもよかったかもしれないですね。これだけ結構密集した状態でバーベキューするので喋りづらいしなんかねこんな感じですね。部屋でいろりを囲みながらご飯食うのも全然良かったな。あーいいねいいね。あー炊事場いいですね。いや好きだわ炊事場。こちらのコテージから横に川があります。あー結構綺麗ですよこれ。朝とか散歩したら気持ちいいな。一泊二日だよねこれ、足りないな。2泊3日ぐらい泊まりたいですよ。温泉もあるし、いろりもあるしね、えゆっくりしたいなここは。そしてですね、もちろんこちらでもバーベキューのセット、コンロとかのレンタルもできるんですけど、持ってますんで全て持参大丈夫ですかと聞いてみたら、もう本当に全て持ち込み可能でしたね。まあ、ただこちらでレンタルしてもそこまでね、高くないのでレンタルすればよかったなって正直思い始めました。こちらのバーベキュー場の横にある桜テラスさんというところですね、朝焼きたてのパンがね売られてるそうなので、起きれたら買いに来ようかなと思います。おそらく起きれないですけどね。お湯が溜まったので温泉入ります。味はどうだろう。味はよいしょ、しょっぱ。え、これ俺の指がしょっぱいの、この温泉がしょっぱいの、楽しみだよこれ。こちらもね溜まってきてますので、交互にねこう出入りできますんで楽しんじゃうなこれ。温泉入りました。もうぼーっとしてますよ。気持ちよかった。温泉が内湯で、炭酸泉が半露天になってるので、結構温泉に入ってるとですねすぐにのぼせてしまいまして、半露天の方に交互に入るような感じになりましたね。これはねやばいですよ本当に。コスパ良すぎでしょ。あーではゆっくりして、この後バーベキューですね。もうバーベキューするのがめんどくさくなってきちゃった。ここでいろりで鍋したよ鍋。懐かしいこの味。やっぱねぎみじんがあればね安い焼き肉、バーベキューソースもうまくなるから。いろりやってみますか、使ってみますか。一応ですねつまみもねたくさん購入してあるんで、こちらを軽く炙る感じでやってみたいと思います。